はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、妖怪ウォッチU進化キットバージョン E です。先日ね、映画見に行ってきましたね。うん、それでエンマ大王メダル、エンマ大王メダルのこれ覚醒後のやつもらいましたけれども、うん、今回はですね、覚醒前のエンマ大王のメダルと、あと歌メダルもついてるみたい。うん、なんだっけ、歌メダルの名前はレッドホットにバッカーみたいなね、うん、レッドホットチリハーズみたいな、またパクリの名前だけど、うん、はい、で、前回はですね、こちら妖怪ウォッチ U 進化キットのバージョンなんだっけ、 U1、うん、と U2 ね、やって手順は U1 にしてますけれども、これをですね E にしたいと思いますね。はい、はい、では早速開けていきましょう。はい、取りにくいんだよね。はい、こちらがベルトと、あとカバーだね。うん、カバーはこんな、なんか牙みたいになってるね。うん、メダルと一緒だね。あ、そうか。それで、このベルトの方は O という風に書いてありますね、ここね。うんうん、反対側も一緒。O! O! O! エンマ大王だ、うん。はい、こちらがエンマ大王の覚醒前のメダルですね。うん、O って書いてあるね。うん、鎖がダーってあって、これ横顔ですね。うん、はい、そしてこちらが歌メダルです。うん、エンマ大王の周りになんか黒鬼や青鬼や赤鬼がいる。ああ、そうなんだね。うん、歌メダルっぽく、ね、キラキラはしてるんだけど、やっぱり紫だからいつもと違う感じだね。うん、それでは交換しましょうか。後ろ側のボタンをちょっとつきながら回転させる。よいしょ、はい、取れた。上のカバーを外してください。はい、よいしょ。オッケー、久しぶりプロトタイプ。うん、このバンドをくっつけますね。はい、くっついた。うん、この赤のカバーをつけます。はい、はい、できました。はい、かっこいいじゃん。うん、今までのどれよりもかっこいいと思う。そうだね。うん、これにしといたら。そうだね、必要にしよう。うん、これいいよ、すごいかっこいい、うん、赤でね。うん、はい、それではメダルの音声確認をしてみましょうか。はい、まずはエンマ大王覚醒前から。はい、お願いします。はい、天井にして。あ、そっか、セットオン。終わり、終わった。怖っ、一瞬結構怖かった。もうボタン押してみていい？このなんか爆発か破裂か分かんないけど、この音楽だけだ。うん、面白い。うん、じゃあ歌メダル聞いてみましょうか。はい、あ、これちゃんと言ったね。最初あれだったね、赤鬼とか鬼が歌ってたんだもんね。そうだね。入ってなんか何言ってるか全然分かんなかったけど、うん、鬼時間って言ってた。鬼時間言ってたね。うん、はい、ということで2つのメダル確認してみましたけど、はい、パパはこの覚醒前がもう一回聞きたいな。怖怖はい、ということで今回は妖怪ウォッチ U 進化キットバージョン E でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、この進化前すごい気に入っちゃったパパ覚醒前、あ、覚醒前、ごめん、覚醒前ね。うん、すごい良かったね。はい、すごい歌メダルよりこっちの方が好きだパパ。そうだねはい、はい、ということで今日の動画はですね、もし良かったなとか楽しかったなと思った方ですし、ぜひ高評価ボタンをお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、最新の動画が見やすくなりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。